皆さん、えー、こんにちは。えー、今日はあの健康栄養学科の学科紹介をしたいと思っております。えー、私は健康栄養学科の木村康子と申します。どうぞよろしくお願いします。えー、皆さん。えー まあ、感染症の拡大によって、えー、もうこれまでにないとは違った全く違った、まあ、生活を、えーまあ、送られ3月から、えー、学校高等学校もずっっと休みになっています、まあ、そういったあ窮屈な、えーまあ、生活を毎日強いられているという状況かと思いますけれどもそんな中で、えー、やはり、えー、健康ということが、えー、とても、えーまあ、ある意味 これまでは日常的に健康なのが当たり前ということで過ごしてきたかと思いますけれどもやはりこの状況になって社会状況になって健康というのがいかに大事であるかまた健康づくり健康を守るということがとても大変であるということが皆さんとしても実感として私自身もですけれども感じているところです。 そういう中でこの健康栄養学科というのはとてもそういった点では健康についてあるいは健康づくりについてとても専門的な知識や技術を学ぶことができる学科になっています。それでは健康栄養学科の説明をしていきたいと思います。健康栄養学科は 四年生の栄養士養成課程を基盤にしています。本来栄養士養成は二年生の養成課程でも取得することができますけれども。えー、あえて、それを四年間二年伸ばして、四年生の栄養士養成課程にしているのには理由があります。それは栄養士の学びプラス、えー、プラスアルファの学びをとても充実させているからです。 本学科では大きく分けて健康運動コースと食文化コースの2コースに分けてそれぞれの学びを深めていくということをしています。でこういった学びを深めることによって人々の健康ので幸せな生活を食栄養 運動からサポートできる人材を養成しまたそれを社会でぜひ役に立ててもらいたいということで皆さんに必ず社会に出て役に立ってもらえるような人材に成長してもらいたいと思ってこういった学科を今年度から実は立ち上げたところになります。カリキュラムは 栄養士養性の学科の科目を基礎としております一番下の栄養領域とというところになりますそれ,とそれが40科目ありますけれどもそれと同じぐらいにプラスアルファである健康運動領域の科目でも41科目食文化領域の科目で35科目ということで同じぐらいの栄養,士栄養領域と同じぐらいの学び 科目を設置しましてその部分を厚く学びを深めていくということで栄養プラスアルファの学びが充実しているというのが本学科の特徴になります栄養領域ではこれは栄養士の養成カリキュラム家庭のカリキュラムに従って6つの領域に分かれておりますが ご覧になっている中でも赤字になっているところこれが実験実習科目演習科目となっておりまして講義科目の内容,基礎内容を基礎として実際に手を動かしながらそして学生の他の学生の皆さんと実験実習しながら進めていく授業ということで数が結構多くなっています。 2つののコースの健康運動コースについてお話しします。健康運動コースは健康づくりのための運動やスポーツをする人のための栄養について学び個々のそれぞれの人に合わせた食事の場合でもやはり一人一人に合わせた栄養や食事を考えるということですが運動についてもやはり個人ごとに実はメニューというか違っているわけです。 したがってその個々の対象の人に合わせた運動さらには、まあえー、食事を通して健康づくり体力づくりパフォーマンスアップを指導する力を要請していきます。この健康運動コースについても演習科目、えー、だけでなく、えー、実技科目として健康づくりの運動高齢者運動指導演習などの、えー、実務科目があり,、えー、ありますので、まあ、主体性を身につけて、えー スポーツのイベントや企画運営するための実践力も高めていくことができます健康運動コースの科目は大きくこのような4つの領域に分かれていますがやはり赤字になっているところが演習実技科目ということで科目が結構そういった科目が多いのがよくわかるかと思います次に食文化コースになります 食文化コースは多様な食文化に触れて食の在り方を確認し日本人の美意識を持った食生活を想像できる力を養っていきます。この写真ににもありますように 吉特別招聘教授をはじめとした食ビジネスでの第一線で活躍する多数の講師の先生方の講義とそれから演習を通してやはりこちらも演習を通して和食文化と世界の食文化の比較や調理技法についての理解を深めていく授業が多く設けられています食文化コースは4つの領域に分かれています。 これらを見ていただいても分かるように、やはり演習実習といった科目が赤字で示されていますが、多いというのが分かるかと思います。で、ここまで見ていただいて分かるように、健康栄養学科の学びは講義科目で学ぶことを基礎として、それを即くまあ,あの実践あるいは体験するという実験実習演習実技科目こういったのがあの。 大変多く設定されてていいいるというととうころが特徴となっていますさらにそれぞれの資格あとでご説明しますけれども資格取得においては実際に学外の実習においてそれぞれの資格を持つ人たちが働くところでの実習があります。 こういったところの学外実習も合わせますと、かなり実験実習の科目などが多いということがわかるかと思います。以上のところで健康栄養学科のまず学びの特徴としては、栄養四年生栄養士課程ならではの幅広い学びとして を設置し健康運動コースと食文化コースの二コースを設置していますこれによって栄養運動食文化の幅広い知識と技術を習得していきますで、それをすぐに自分のものにできるようにするために数多くの実習実技演習科目こういったものが設けられていて実践力そして実験や実技 実実実験や実習、実技、こういった科目はとても他の学生さんとコミュニケーションをとりながら進めていくみんなで一緒に考えながらより良いものを作っていくという科目ですのでコミュニケーション能力や柔軟な対応力といったものも要請されるこれはイコール社会に出た時にとても大事な力になる。 かと思いますので、そういった力が、ま学科の中の専門科目の学びで自然に身につくという特徴があります。合わせて身につくといえば、資格の取得もあります。卒業と同時に取得できる資格は左側にありますが、まずは栄養士養成課程ですので、栄養士の免許は栄養士の資格が取れます。 それをもって教員,教員として栄養教諭の2種免許状それから保健体育の中学校高等学校の免許取得そしてフードコーディネーターこれらは必要な単位を習得すれば卒業と同時に取得できる資格になっています。それ以外にも運動系の科目で受験 によってて取得できる資格というのがあります設けられています健康運動指導士高齢者体力作り支援士ということでこれらはそれぞれの民間の財団協会こういったところが出している資格ということになりますが在学中にあ、えっと、学科の専門科目の中に学びの科目がありそれを受けて さらに在学中に認定試験、それぞれの資格の認定試験を受けることによって、それに合格できれば、卒業と同時に資格が取得できるものです。で、合わせて、管理栄養士の国家試験ということが赤く小さく書かれていますが、栄養士の資格取得が卒業と同時にできますが、その後、実務経験において、 管理栄養士の国家試験も受験することができますので栄養士卒業時は栄養士ですけれどもいずれは管理栄養士になることもできますのでそれはまた後ほど説明をさせていただきます。一番右下の、まあ、授業で取得を支援している資格として色彩検定。 カラーコーディネーター検定食空間コーディネーター食生活アドバイザーということでこれらは食に関連する資格ですけれどもこれらは専門科目を習得するというよりは専門科目の中で学んだ知識を生かしてさらに自分の中でそれをより深めながら深く勉強をして最終的にこういった検定試験 を受けて受験して合格すれば、えー、その資格が得られるというところで、えー、授業で資格取得をまあ支援しているというふうに私どもは言っていますこれらのように、えー、見てお分かりのように、えー、健康栄養学科では、えー、資格取得も、えー、数多く、えーまあ 取得することができこれはもう全て皆さんが入学した後との頑張りでですね本当にいくつもの資格取得というのはその資格を取得するということはやはりそれだけの知識能力技能があるということですのでそういった点ではそれの証明になるものです。 社会に出てからもそういった点ではそういった証明書を持って仕事をするということはとても仕事の幅も広まりますし人からも信頼を受けることができますのでぜひ資格取得も目指しつつ大学の学びを進めていってほしいかなというふうに思います。では各主な資格のです、ね、説明を簡単にだけさせていただきます。 まず栄養士については、えー、ですが皆さんも栄養士の仕事をさ、えー、しているところを見ることもあるかと思いますけれども一番身近なのは小学校中学校の時に、えー、まあ栄養士のお先生がえ給食の時間に今あの給食 食の話をしたり栄養の話をしたりということで、えーまあ会ったことがあることも多いかと思いますが、まあ、そういうことで栄養士というのは、まあ、お分かりのように、まあ、健康の人への栄養指導や、えー、学校給食などの給食の、えー、を作って、えー、を作るという、えーまあ、給食の業務を行うというような仕事ですねそのための献、まあ、立作成ですとか衛生管理ということを、えー、仕事にしています。 でえっと、管理栄養士という言葉も、えー、よく聞きますけれども、えーまあ、栄養士と管理栄養士実際の働く場では、えー、はっきりとした明確な、まあ、あの区分けはないんですけれども、えー、管理栄養士は主として傷病者病気などの人への栄養指導や、まあ、給食の提供それから、えー 大大変規模が大きいですね1回の食事の数がとても多い給食施設での給食の経営管理業務こういった給食を作る業務ですねこういったところの仕事をする場合には管理栄養士の資格を持っている方がいいということになります。 で先ほど申し上げた、えー、と健康栄養学科を、えー、は栄養士取得で卒業ということになりますが管理栄養士になれないのかというところで下の方のところを見ていただくと、えー、健康栄養学科の場合はこの一番上の栄養士養成施設就業年限4年というところの赤いところになります。 これを見ていただくとわかりますが卒業と同時に栄養士の免許取得をしてその後実務経験1年以上というふうに書いております。えー、すなわち実務経験とは 栄養士の資格を持って給食施設やその他あのいろんな施設で仕事をしたとするというのが実務経験になりますのでそれが1年以上過ぎましたら国家試験管理栄養士の国家試験の受験資格が得られますのでその際には国家試験の対策の学習をして試験を受けていただき合格すれば免許が取得できるということで。 皆さんも十分卒業してから管理栄養士の資格を得ることはできますのでご安心ください。次に栄養教諭二種免許状ということでこれは栄養士資格取得が必要になっていますけれども栄養士の免許を取った上で小学校中学校特別支援学校の栄養の先生として 児童生徒の食に関する指導や併せて給食の管理を行って子どもの望ましい食習慣,食習慣を育むという資格になりまあある意味栄養の先生ということになりますが栄養士の資格だけでは この仕事がなかなか仕事をするのが難しくやはり栄養教諭の教諭職としての免許を取得することで授業の中で栄養士としてのごめんなさい栄養のですね授業をすることができそして将来の、えー、まあ将来の日本を担う子どもたちの、えー、まあ 健康づくりに貢献できる資格というふうになっています。次が中学校、高等学校の保健体育の先生になる免許ということになります。これは保健体育の教員免許ということになりますが、ここのパワーポイント、あのスライドにも書いてあるように。 本学,本学科は栄養士免許が基盤になっていますがそれプラスこの保健体育の中学校高等学校の先生の免許も合わせて取得することができさらに先ほど説明した栄養教諭の栄養の先生の資格も合わせて取得することが でできますこれは4年間で取得が可能ですしたがってこの3つの資格を同時取得して先ほども申し上げたようにこれからの日本を担っていく子どもたちの健康を守るというとても有意義な資格取得が3つできるということはこの全国でもまだまだ数少ないことになっています。 こういった将来この子どもたちのために健康づくりのための指導をしたいという人はぜひこの本学の健康栄養学科がおすすめではないかなというふうに思います運動の資格では健康運動指導士というのがありますこれはここに書いてありますように子どもから高齢者まで えつまり、えーまあ、スポーツの選手とはちょっと違いますが一般の人たちも、えーまあ、こういった今あの限られた生活の中でも分かると思いますが、えー、食事もですがやはり運動も食事などと同じように献立にあたるようなプログラムというかメニューこういったものが、えー、必要人によってやはりそのメニューは変える必要があるわけですね。 この健康運動指導士はそういったメニューであるプロ運動プログラムを作成し実際に運動の指導をするという資格になります。 したがって健康運動士同士の活躍の場としてはとして運動関連施設としてフィットネスクラブやアスレチッククラブスポーツクラブで運動する人たちへの指導や健康支援企業ということでヘルスケアのです、ね、会社であったり。 での指導それから介護老人福祉施設あるいはその次の病院や介護老人保健施設でのリハビリなどを兼ねた運動指導こういったのにも健康運動指導士の資格を持っていると有効ということです。さらには手術ののいろんな場面での 運動のインストラクターとしてフリーで活躍する人も健康運動指導士の,の場合には多いということでとてもそういう点では多方面でフットワークよくこの健康運動指導士の資格を取って運動の指導をする合わせて何度も申し上げますが栄養士の資格も持ってということなので一度に栄養と運動の指導ができるということになります。 高齢者体力作り支援士、こちらの資格は先ほどの健康運動指導士と同じようにはなりますがやはり特にこの場合には高齢者に今特化した高齢者に対する高齢者ができるだけ長く自立した生活を送ることができるようなやはり運動であったり生活の指導をしていくという資格になります。 でこの資格はあの、えっと、この法人がですね出している資格ではあるんですけれどもこのように大学のカリキュラムの中に学,び学ぶカリキュラムの中にこの資格の内容を取り入れているところはまだ本学 だけと言われていますので卒業と同時にこの資格が取れるのも本学の強みとということになります健康運動指導士と高齢者体力作り支援士両方の資格を取得を目指している学生もおります。ですのでこういった資格を利用して使っての就職もあるかと思います。 フードコーディネーターの産休ということでこれはもう皆さんなんとなくイメージはできるかと思いますが美味しく食を演出するためにの知識や技術というのは意外と奥深いものがあるんですね。ですのでそういった点ではその食に関する美味しくきれいにそしてみんな楽しく食を楽しむということです。 今のような限られた生活をしていると本当に食の楽しみというのがですね、えー、重要であることを実感されるかと思いますけれどもそういった時にもやはり、えーえー、食の演出をするためのこう、まあ、ポイントとかですねやっぱりこうやったらいいよっていうところがあ,るあります。えー、ですのでそういった知識やあの技術を習得するのが、まあ、このフードコーディネーターという資格になります。 それを使ってここに出ておりますように食の商品開発や飲食店舗のメニュー開発あるいはテレビ雑誌などの料理のスタイリング等の分野で仕事をするということができます。でさらにまあ栄養士という点で言うならば栄養士もある意味ではこういった食の提供食事の提供ということです。 かつては給食っていうのはとにかく栄養が満足されてればいいっていうところがありましたが今はそれプラスやっぱりいいしくこうきれいに盛り付けられてててるっていうのもとてもと大事な要素ですそういう点では栄養士の資格を持った人がこのフードコーディネーターの資格というか勉強をする知識と技術を身につけることはとても栄養士の仕事にも生かされるということで本学科ではこの 資格取得を進めていいるというとうころになります実際に資格取得についてどのぐらいの人が資格取得をしているかということで右上に令和元年度卒業生ということでこれまでの健康用学科は定員が80名になっていました。 今年から120名ということになっていますけれども80名で進めていますのでそそのののの中でれれぞれの資格の取得者数を簡単にお示ししています当然栄養士は全員取得ということですが健康運動指導士や高齢者体力作り支援士そして保健体育の教中学高校の教職の免許や栄養教員 やはりこれらの資格はもちろん栄養士免許を取得するだけでもカリキュラムは大変多くなっていますけれどもそれ以上かのそれのと同じくらいのやはり資格取得にはカリキュラムが設けられていますのでこれらの資格を取得するということは4年間学びとしてはとても充実という言葉がいいですが。 忙しくてとにかくそれでもこれらの資格取得を取る取得する意味というものを十分理解してこういったところの資格を取りつつ大学の勉強をしているというところが在学生の今の姿です。 以上、健康栄養学科の特徴として4年生栄養士課程ならではの幅広い学びということで健康運動食文化の2コースを設置しさらにその中に数多くの実習実技演習科目を入れることで即戦力になれるような力を授業の中で身につけていくことができます。そしてこれらの 学びをすることで、えー、多彩な就職先先大変多くのです、ねえーとまあ、就就職職が、えー、卒業生で、えー、見られています、まあ、就職率100%っていうのは、まあ、あのほとんどの大学でもその。 95%パーセント以上、まあ、本当に100%パーセントの、えー、ところも多いかと思いますけれども、えー、この中,中身というか内容がですねとても多彩というのが健康栄養学科の特徴といいううふうに言われていますやはり同じ学科の中にいましても、えー、いろいろな学びをしていますので、えー、人によって、えー、その目指すあるいは希望する 就職あるいは将来というのが本当に多岐にわたっています。学生と直接接していてもやはりそのかあの感触はとても感じるところがあります。その結果があのこの多様多彩才な就職先にまあの見えているのではないかなというふうに思います。 でですので高校生の皆さんも、えーまあ、栄養士の資格を取って栄養士として給食の、えー、施設で仕事をしようということだけではなくて。えー 本当に栄養士の仕事というも本当に幅広くなっていますので健康運動コースや食文化コースの学びをプラスしたときにどういう新しいタイプの栄養士どんなところなんだろうっていうことをそれぞれの学生の皆さんが考えつつ4年間を過ごしてもらえればとても有意義な4年間になるのではないかなと思います。最後に こんんな学学生さんぜひ健康栄養学科にということでとても簡単な言葉ですけれども表してみました。栄養運動食文化に関する専門的知識と技術を身につけて運動をする人に食や運動でサポートしていきたい小学校や中学校で児童や生徒に体育運動や栄養の指導をしていきたい保育園で子どもにおいしい食事を作ってあげたい。 高齢者にいつまでも元気で長生きしてもらうための健康のサポートをしていいきたい食品メーカーや外食産業で食品や料理の企画開発をしたい自分が作った料理やお菓子を多くの人に食べてもらいたい楽しんでもらいたいそんなふうに今考えている人いたら是非一度健康栄養学科覗いてみてくださいえきっとあのあのここならっていうふうに思ってもらえると思います。 それでは健康栄養学科の紹介を終わります。ありがとうございました。